近藤浄太郎近藤浄太郎は、日本の内務官僚、弁護士、感染県知事。長野県萩市長郡や大町において、農業、旅館業、近藤万五郎、高夫妻の長男として生まれる。4歳で母と死別。県立長野中学校、第二高等学校を経て、1920年7月、東京帝国大学法学部法律学科を卒業。 1919年10月、高等試験行政科試験に合格。1920年8月、内務省に入り、鳥取県属となり内務部に配属。以後、鳥取県警視、警察部勤務、奈良県警察部保安課長、青森県警察部保安課長、北海道庁土木部土地改良課長を歴任。北海道庁在任中の1927年6月。 文官文言令、第11条第1項第4号により給職を、ぜゼラ帰教した。1928年2月、埼玉県内無部の有無課長、検証務課長として復帰。以後、宮城県証務課長、岡山県学務部長、群馬県証機関警察部長、香川県証機関警察部長、高知県証機関警察部長などを歴任。1933年4月、 内務省警報局事務官に発令され、満州国ハルビンに駐在。さらに、関東庁事務官を兼務した。1935年6月、帰国し内務省社会局職業課長に就任。以後、県内務省臨時軍事援護ブローム調整課長、大阪府経済部長、北海道庁土木部長を歴任。1940年4月、滋賀県知事に任命され、 1942年1月、神奈川県知事に転じた。1944年には、都市の児童約4万人を県内の軍部などへ疎開させた。同年8月1日、知事を異岸面本館となり退官した。戦後に公職追放となった。1948年3月、東京弁護士会に弁護士登録を行う。 1951年6月に追放解除となった1977年8月15日死去去年82ありがとうございます。